ようでしょうか。ご無事ですか？心拍数と血圧が上昇しているようですが。疲れを取るなら休息が一番ですよ。目標が姿を…はっ、と、ふっ、ふっ、いや、はっ、と、ふっ、苦しむ魂をここに永遠に眠りなさい。成功、それは人類の血脈の中に残された貴重な遺産だ。自然進化の産物ではなく、全文明のバイオテクノロジーによる奇跡である。その原理と運用方法は今でも明らかになっておらず、謎が多い。全文明が消滅する前に彼らは一部の廃止に複雑な崩壊抗体の遺伝子を組み込んだ。人類はより強い崩壊エネルギー体制と支配力を身に宿し、さまざまな不思議な力を行使することを可能にした。しかし残念なことに、遺伝子の変異と交配を重ねることにより、完全だった成功遺伝子は不完全なものとなる。パズルが一度かき乱されてしまえば、模様も本…そのため成功遺伝子自体は誰もが持っているが、天然の成功を発現させるものはごく稀で、天命は成功を人工的に製造し移植することで人工成功を使用しているが、その技術は不完全である。だが全知全能なる蛇の啓示に導かれ、我々の研究には飛躍的な進展があった。蛇？まさかヨルムンガンダ？現在人為的干渉で遺伝子に隠された成根の配列を再構築することで、成根を完全なものにする方法を確立させた。この過程は非常に難しく、耐えきれないものは死亡しゾンビになることもあり得る。しかし耐えられたものは崩壊の中で生き残る力を手にすることが可能だ。代償はかなり高いが、それを試す価値は十分にある。現在の進捗は予定よりもはるかに遅い。我々は人口密度の高い都市で実験を行い、この都市にいる全ての人に実験を来る。私もたまにそう思うよ。